パリコレクションの時期ってきらびやかな人たちでいっぱいになるんですけど、ふっと目を落とすと掘ったて小屋みたいな家でロープに白い T シャツがいっぱい干してあって、その光景と比べてファッション業界というものが疑問を感じてしまったというか、着るっていうことの大切さを考え始めまして、母国の着物、全国の産地に行って職人さんに実演をしてもらって、その生地を使って自分が何かを作りたいなっていうプロジェクトを考えまして、勉強しに行こうと思って、一番最初の選んだ場所が奄美大島。他の国でも泥染めをやっている国がありますので、全然色も違うし染め方も違うし、コラボレーションというか作品作ってみたりしてもいいなっていうのは思ってるんですけれども、